こんにちは、アルです。皆さん、スプラトゥーンのアミーボって限定カラーがあるのを知っておりますか？今日はその限定カラーについての調査です。じゃじゃん。ゲーム&ギター好きの日々の記録さん、ありがとうございます。おっつー、ゲーム&だよ。自分のことゲーム&って呼んでんだ。アルさん、アミーボの限定カラーあるの知ってます？それを呼び出すと限定カラーのイカちゃんが出るのか知りたいです。調査してみそう。なるほどね。普通の色と違うものが、3種類ぐらいあるみたいなんですよ。ちょっとそれをね、調査しようかな。よし、じゃあ限定カラーアミーボで読み出すと、ゲーム内でも色が変わるのか、調査しましょう。はい、というわけでですね、限定カラーのアミーボを3つ手に入れました。紫ボーイですね。で、ライムグリーンガール。はい。そして、オレンジイカちゃん。はい。と、まあ、この3種類ですね。この3種類手に入れましたので、ちょっとやってみましょうね。ちなみに普通の色は、ブルーボーイ、オレンジガール、ライムグリーンイカちゃんとなっております。これスプラトゥーン1のアミーボじゃね。よし、やってみようか。じゃあ、まずは、オレンジイカちゃん。登録が必要なのか。登録しよう。ああ、あ、オレンジだ。おー、ここがバンカラガイドっすか？ええとこやね。へー。あ、ごめん、間違えた。びっくりしすぎてサポーターを断っちゃった。おいで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 。登録しよう。え、緑のやつは緑のやつが出るよな。おー、緑のやつは緑のやつが出る。色が違うんだ。どうもー。へー。違うんじゃね。じゃあ、このガール、ボーイも、ちょっと、じゃあ紫ボーイやってみますね。登録していこう。おーおーおおお、すげえすげえすげえ、違うんじゃん。へえ。じゃあ当然ライムグリーンガールもライムグリーンガールだよな。ライムグリーンガール登録と。わあ、すげえ、全然知らんかった。てかこの限定カラーがなかなか売ってなくてね、もう大変だったよ、手に入れるのを3つ。オッケー。これってすげえね、写真で呼び出す時もガール？おー、ほうほうほう、すごいね。ボーイ？クラゲちゃんちょっと邪魔だな。へー。ちゃんと色変わってんじゃん。変わっとんじゃん。変わってんじゃん。すごいね。これ知っとった？いや、なかなかこの限定カラーがね、もう今、どこにも売ってないけんね。まあ、中古屋とか、そういう、ね、ネット関係でしか手に入れる方法がないんですけれども、ちょっと僕はね、闇のルートではないんですが、まあ、手に入れたんですけれどもね。へー、なるほど。そうなんですよ。これ僕ね、昔、アミーボ全種類やってみたっていうね、動画を出してたことがあるんですけど、3の発売日にね。そうすると、限定色もないのに全種類とか言ってて草っていう、確かそういうコメントが来てたと思うんですよね。いや、でもまあ限定ってね、いいじゃん。限定っていいじゃんって思ってね。だってポケモンだってさ、150匹で一応ポケモン図鑑完成になるじゃん、初代はね。151匹だけど、あれ限定版のようなもんじゃけね。まあそう思ってたんですが、ちょっとね、欲しくなって、しかも今回ゲーム&さんの依頼もあり、ちょっと調べてみました。びっくりしたー。え？あ、スプラトゥーン2で？やってみようか。確かにね、スプラトゥーン2どうなるんじゃろう。やってみようぜ。さあ、2来ましたよ。どうかね。流行る気持ちを抑えつつ、オレンジイカちゃんから行ってみようか。さよなら。で、呼び出そう。お、お、お、お！そうなんじゃ、これも、オレンジなんだね。
写真撮るってやっても、ちゃんとオレンジ色と撮るんじゃ。へぇー。でかくね。へぇー。なるほどね。じゃあね。ツールはここで消せるけいいよね。楽ちんだよね。これは、あ、あ、紫じゃ。へぇー。初めましてだね。はぁー、すごいな。あ、今、お揃いじゃん、色が。へぇー。そんなに場所がなかったか。なるほどね。ガールもね、ちゃんとライムグリーンだ。へぇー。へぇー、かわいい、ライムグリーンだ。ええね。覚えてもらったっけ？覚えてない。だよね。オッケー、スプラトゥーン2でも出てきましたね。すごーい。これ3戻ったらもう一回登録1000人いけんのかいね。なるほど。さあ戻ってきましたね。ちなみに、スプラトゥーン2のアミーボでね、紫のイカちゃんもあるんですよ。この、イカ状態の。これ？これはちゃんと紫だね。なるほどね。で、オレンジが限定だよね。オレンジのイカ。あ、消去する3からでもできるんだ。ちなみにアミーボってさ、ここでどうサポーターにしてくれるってこれ、今やめとくって言ったら無言で去っていくのが寂しいよね。なんか言ってくれればいいのにね。そっか、また考えといてね、みたいな。そう、やめとくって言うよ。悲しそうに去っていく。シュン。一瞬で。じゃあな。嘘だよ。これ今思ったんですけど、これ、アミーボの実物と足元のインクの形が一緒なんですよ。これ2のアミーボを読み出した時、インクの色も一緒なんかね。やってみるか。あれ？いや、インクはさっきと一緒だ。なるほどね。インクの形は変わらないんだ。ふむふむ。じゃあ3の、トライストリンガーのイカちゃんも一緒か。ああ、インクの形は一緒だね。なるほど。よーし、これで正真正銘全種類のスプラトゥーンのアミーボを集めたことになりましたので、何が出てくるのか全部わかります。ありがとうございます。君、限定カラーだね。なるほどね。という感じで、このチャンネルではですね、スプラトゥーンに関する小ネタをいろいろ調べております。ぜひ皆さんも何か疑問あったらね、YouTube のコメント欄で教えてください。で、スプラトゥーンのね、世界観が好きすぎて、こういう調査の動画を作っておりましたら、1250本を超えておりましたので、ぜひ、スプラトゥーン好きだよっていう方は、チャンネル登録して、いろんな動画を見てほしいと思います。よろしくお願いします。それとね、最近マインクラフトをやり始めて、ライブでやったものを、まとめて動画にしてるっていう、状態なんですけれども、実はね、ちょっと新しい試みとして、こんな風に、じゃじゃん。降りてみるか。あ、やばい。あ、だだ、ああ。あ、石もあった。こんな風にですね、ライブで、みんながコメントをチャットでくれるじゃないですか。それを画面に、まあ、いくつかね、引用しながらやっていこうかなと思っておりますので、で、これ評判が良ければ、スプラトゥーンとかのライブも、こういう風な感じで切り抜きみたいなのもできるので、ぜひね、見て面白かったよっていう方がいましたら、高評価、あとコメントとかでね、教えていただければなと思います。OK!